はい、こんにちは。スタジオリバーサイドへこそ、ギタリストの竹下敦です。今日はですね、弦の、巻く回数ですね。こちらの糸巻き、ご覧になれますでしょうか。はい。この部分にどれぐらい巻くかによって、音が変わるというお話でございます。今回使っている弦はですね、島村楽器さんオリジナルの、イージーギアという、弦でございます。でこちらの弦ですが、若干オーガスチンやダダリオに比べて線形が細いように感じます。で音としてはですね、非常に素直なんですが、ある意味面白みがない、その弦の癖がないんですね。はい、まあ、非常に悪くはないんじゃないでしょうか。皆さんご存知のね、禁じられた遊びの前半部分を、この弦で奏でてみたいと思います。それでは。はい、ありがとうございます。800円です。非常に安い。はい、で、何度かお話ししてるんですが、クラシックギターというのは非常に歴史が長く、まあそれでもね、数百年ですけどね、非常にアコースティックギターなんかに比べて、アドバンテージがあるので、こちらの、この部分ですね、巻いてある部分を外して、こっち側も外してですね、ひっくり返すことによって2回使えるんですね。これいわゆるそのエレキギターなんかだと、邪魔なボールエンドがついていて、一度しか使えませんよね。これはもういい加減何か考えた方がいいと思いますし、私も実はアイデアの中でどう使ったらいいかを考えております。クラシックギターだいたい1800年頃に、リュートからね、進化して出来上がったもので、前は200年ちょっとの歴史ですね。一方エレキギターはというとですね、まだまだ、60年なので、あまり多くの期待をしないでください。はい、まだまだ発展途上で、これから、ギブソン社もね、フェンダー社も、いろいろ考えて、よりいいものを作ってくると思います。はい、彼らもバカではないので、マーヘアはバーだと思いますけど、言っちゃった。だって好きじゃないの。ギブソンもね、フェンダーもすごく優秀な技術者はいるんです。ただちょっとこの足りないやつもいるんで、まあクラシックギターはね、まあ何百年という歴史を繰り返し、当然のことながら失敗作も作りながらね、ここまで進化してきたものなので、まあ安くってもあんまり変なことは起きないんですが、まあエレキギターは早くて、まあ値段相応だと思ってください。私が今おすすめするのはヤマハさんですね。ヤマハのエレキギターは私は個人的には、ライブハウス時代は SG を使ってましたが、今のパシフィカというのはね、とても弦高が低くて弾きやすいんですけど、このギターでうまくはならないなという、タイプのギターです。はい、ただ趣味で弾かれるんならね、そんなに別にうまくならなくても、楽しければ十分じゃないですか。基本音楽なんて楽しければもうどっちでもいい話なので、楽しんだもの勝ちです。はい、不祥事を起こさないようにちゃんとね、スタジオの中、練習スタジオなんか非常に今安価でね、提供してくださっているので、例えば、
ボリュームの位置ね、12時の位置に戻す、ちゃんとそのスタジオにはそのスタジオのマナー、ルールが記載されてますので、よくそこを理解して使われて、そしてちょっとね、ここにゴミがあったなと思ったらちょっと捨てるとか、そういった気遣いね、みんなで使うものなので、みんなで快適に使えるようにね、気を使いながら、音楽を楽しんでいただければと思います。それではギタリストの竹下敦がお送りいたしました。はい、僕も記者会見できるくらい偉くなりたいもんだなと思います。はい、なかなか不祥事を起こせるほどのね、度胸がないんですよね。すいません。女性関係もちなみにゼロでございます。はい、それではまたお会いいたしましょう。